久しぶりに本日、梅干しを食べました。南品おやじです。本日のテーマは、利回り6.7%、エディオン狙い目かということで、家電量販店のエディオンをご紹介いたします。まず、エディオンの最新の決算の内容から見ていきたいと思います。こちら、5月14日に出た決算の内容です。21年度3月期の連結経常利益は278億円ですが、22年3月期は240億円になる見通しということで、13%利益が減りそうだということになっております。それから配当ですね。今期は5円の記念配当がありましたが、それを落として普通配当44円ということで、実質2円の増配ということで、後で詳しく見ていきたいと思います。あと気になるところでは、直近の3ヶ月実績のですね、第4クォーターですね、こちら営業利益率がですね、1.3%から2%に改善しております。それでは詳しい数字の方を見ていきましょう。まずは、証券コードの方ですね。2730エディオン。先週の終値、ね、1100円ちょっきりであります。で、PR が8.3倍。PBR が0.61倍。でですね、時価総額が1232億円ということで、よく比較される銘柄として、ビッグカメラ、ヤマダホールディングス、小島、それからですね、あと、上申ですね。あと何がありますかね。上申ぐらいですかね。株価の方を見ていきたいと思います。こちら、週足のチャートです。で、決算前ですね、権利確定の3月の時には1326円という値をつけましたが、今現在、下降気味で1100円まで落ちてきました。それでコロナショックでは780円という値をつけましたが、業績好調のためですね、まあ、ここは切らないんじゃないかなと。ここで1000引くとちょうど1100円で跳ね返るんではないかなという勝手な個人の感想です。それからですね、今週からここの棒グラフですね、いつも出来高のしていたんですけども、RSI にしてみました。RSI というのは過熱感を示すものでありまして、ここの20%から30%ですと売られすぎ、それからですね、70から80%程度にあると買われすぎということで、過熱感を表す RSI、ここも要注目してください。エディオの決算短信の方を見ていきます。21年度非常に好調で、前年度比経常利益108%、それからですね、自己資本比率も50%程度で推移しており、営業利益率もですね、3.5%に上がっております。それからですね、連結キャッシュフローということで、営業キャッシュフロー429億円あります。あとですね、気になるところでは配当ですね、34円から46円でですね、46円から44円ということで、22年度のですね、配当予想が44円ということなんで、減配かと勘違いされるといけませんけども、記念配当というのがですね、ここの46円には含まれておりまして、実質ここが41円であります。ですので、3円の増配と考えていただければいいのかなと思います。22年度3月期予想でありますが、44円で3円の増配。で、配当成功もですね、まあ、若干上がりますが、33%程度ということで、無理のない数字かなと思われます。エディオンの通期の業績予想、詳しく見ていきます。売上高、営業利益、経常利益、最終利益、ともにマイナスなんですけども、21年度が過去最高っていうところを見て取れればですね、そんなに悲観することもなくですね、一株当たりの配当なんかは、先ほど言った通り、記念配当5円がありますので、増配してきておりますし、ですね、配当成功も30%程度ということで、まあ、ちょっと弱気な予想といえば予想なのかなと思います。ただ、売上高はですね、そんなに落としてないというところをですね、ですね、営業最終利益はなぜか14%下がる、ここの理由をですね、はっきりさせてないなというところであります。3ヶ月決算の方を見ていきますけども、まあ、21年度の1月から3月がこれ良かったというよりもですね、
20年度の1月から3月、ちょうど1年前ですよね。緊急事態宣言、初めての緊急事態宣言が出る直前ですね。ここの数字が悪すぎてですね、今期いいように前年同期比すべてプラスになっておりますが、これはですね、20年度の1月から3月が非常に悪かったということにつきます。それからですね、コロナが追い風になった企業でありますので、店舗での販売、それから EC サイトでの販売、それからですね、営業短縮とかですね、休業、こちらが関係なかったということで非常に好調でありました。キャッシュフローの方ですね、フリーキャッシュフロー、19年、20年、21年度と随分増えてきております。営業キャッシュフローもしっかりとですね、増えてきておりますので、何ら問題ないかなと思いますし、現金比率が上がっているのは非常にですね、心強いですけども、これ内部留保が多いといえば多いのかなという感じはいたします。財務の方、自己資本比率50%程度で推移しており、剰余金も大幅な動きもありませんし、有利子負債倍率もですね、0.35から0.29と気になるような数字ではありません。エディオンの株主還元の方を見ていきます。安定配当のもと、配当成功30%を目指しますということで、徐々に15年から右肩上がりになってきておりますが、配当の方は増えているんですけども、配当成功の方はですね、非常に低い水域で動いておりますので、今のところは問題ないのかなという感じはいたします。それからですね、株主優待もですね、ギフトカードに変わりましたので、割引券からですね、ギフトカードに変わって非常にありがたくなりました。あとですね、長期保有もありますので、皆さんぜひですね、1年以上持つと長期保有になりますので、こちら後で詳しく見ていきたいと思います。こちら、配当だけの棒グラフになります。これ見ます。この46円は先ほどから言っている通り、5円の記念配当ありますね。41円、実質41円であります。しかしながら、この22年度44円をですね、予想しておりまして、このままいきますとですね、現在の株価ですと、配当利回り4%と、非常に高配当であります。さらに株主優待もありますので、見ていきましょう。株主優待の方、100株で3000円。こちら3月ですけども、いただけます。これで2.7%。さらに、継続保有1年以上持ちますと、さらに1000円上乗せで4000円となります。計4000円になりますと、長期になりますと3.6%ということで、利回りがですね、なんと7.6%になります。配当が4%ありますので、こちらと足しますと7.6%と、今現在、利回りだけで見ると非常にお買い得感はあるかなと思います。エディオンの今後を見ていきたいと思います。ですね、やっぱり家電、パソコン、こちらがもちろん主軸なんではありますが、リフォームに今非常に力を入れておりまして、こちらの方はですね、どう出るか、ちょっとですね、一番注目しなければいけない。ヤマダ電機なんかもですね、家具やリフォームに力入れておりますが、エディオンもついにですね、リフォーム、家の中のですね、家電以外にも力を入れていくということで、リフォームに力を入れていきます。それからですね、カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略ということで、太陽光ですね、それから EV に関するもの、それから水素や洋上風力に関するものということで、太陽光、蓄電池の推進ということで、こちらもですね、やっぱり家に付属するものということで、販売体制を構築していくことで、このリフォームの後はこちらのグリーン成長戦略となるようです。さらに見ていきますと、教育事業の拡大ということで、2025年までに10万会員を獲得を目指しておりですね、ICT 教育を取り組みたいということで、まずは会員数10万人獲得するということで、オンラインスクール事業、こちらもですね、注目なんですけども、子供が減ってる中ですね、これは非常にですね、難題というか難しいんではないかなと個人的には思いました。あとですね、店舗とネットの多様化するニーズの取り組みということで、店で見たい方、あとね、ネットで買いたい方、こちらに対応できる販売網作り、それからですね、EC 市場の充実、こちらをしていくというふうになっております。
エディオンのですね、主な指標のおさらいです。時価総額1178億円、それから ROE が8.6%、ROA が4.3%となっております。エディオンの結論まとめになります。財務業績は問題なさそうです。2つ目、成熟分野で伸びしろ期待薄だが安定高配当は魅力ですね。長期保有ですと1年以上で、本日の株価で計算いたしますと、なんと7.6%。7.6%は非常にインパクトあるかなと思います。3番目、教育リフォーム事業に注目ということで、特にリフォーム事業ですね。それから新業態も注目ということで、グリーン成長戦略ですね。こちらの方もですね、まだまだ先の話ではありますが、今年何かしらですね、道筋ができればいいかなという感じはいたしますが、なんせ目先は教育とリフォームということになります。で、4番目ですね。業界内競争と再編に注意したいということで、まあ、ヤマダ電機、それからケーズホールディングス、上信、それからビックカメラ等ですね。非常にライバルは手強いですので、こちらの方を注視しなければいけませんし、出遅れてはいけません。それからですね、再編ということで、まあ、ちっちゃいですね、地方の電気屋さん、それから卸売業とのですね、M&A とかありますとですね、まあ、エディオンもそうなんですけども、エディオン以外で、起こりますと、こちらエディオンにも影響してくるということで、こちらもですね、非常に注視しなければいけないかなというふうに感じました。本日はですね、視聴者様からリクエストのあったですね、エディオンをご紹介いたしました。視聴者様からですね、ビックカメラとエディオンっていうね、おすすめの銘柄を教えていただいたんですけども、まあ残念ながら親父のですね、近所にはビックカメラがありませんので、ビックカメラの優待も持っておりませんので、私ですね、エディオンを今回ご紹介させていただきましたが、意外とですね、優待利回りもいいし、業績も良し、それから財務も良しということで、あとですね、成長性というところには非常に乏しいんではありますが、逆を返せばですね、成長性には乏しいんですけども、安定性はあるのかなという感じはいたしますので、持ってて安心感はある銘柄かなと思いました。本日は以上となります。良かったよという方は、ぜひチャンネル登録、あとコメントよろしくお願いいたします。難品親父でした。